여러분 안녕하십니까? 今日は私の 青い本 4色ボールペンディクテーション ワークブックの中から ちょうど真ん中ぐらいに ソウル動物園のニュースが入ってますけども それと関連して動物の鳴き声を覚えてみましょう。 上級の扉に、 これちょっと回数が違いますけどね、 その動物の鳴き声を覚えてみましょうっていうのは 1-10に出てます。 皆さん、 私言いますのでパッと答えてみてください。 どういうふうに鳴きますか？ 犬、モンモンなんですね。モンモン。それから猫、ヤオン、ヤオンと鳴くんですね。で、まあ2つ繰り返す。ヤオンヤオン、ヤオンヤオン、でヤオンギ、でニャンコのことですね。それからライオン、これはね、オフンって鳴くんですね。 大きなオフンフン、オフン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 ですね。まあライオンのオフンというのはですね、日本語で言うとこのガオガオに当たるオフンです。牛はご存知ですか？これね、うんめうんめうんめです。まあ牛肉食べてとか牛乳飲んでうんめというふうにして、まあこじつけて覚えてください。 鶏は、鶏はね、ここでここでと鳴きます。そしてセミはご存知ですか？セミはめんめんと鳴くんですね。だからめみなんですね。それから同じように、カエル、これは皆さんご存知じゃないでしょうか。カエルはケグル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 と鳴くからケグリなんですね。 それからこれわかりますか？スズメ、チャムセはですね、チェックチェックって鳴きます。チェックチェック。いかがでしょうか？動物の鳴き声、まあお子さんがいて絵本、童話などに関心の強い人はともかく、普通はあまり接しませんので、なかなか覚えられないっていうのがあります。まあ犬だとかセミ、カエル、このあたりはいいけども、それ以外になるとちょっとね、 そういうようなことになりますので、こういう機会にぜひ覚えてみてください。